今日はパンダのリハーサルに行きます。カルッツ川崎というところですね。川崎、ここから時間くらいかな、行ってきます。と、相変わらずこの Vlog はですね、楽器を運ぶ映像が今年もまあ多くなりそうなんですけど、宇多田さんの最新アルバムを聴いてるんですけど、めちゃくちゃいいですね。本人の解説が一曲一曲入ってくるモード、プレイリストがあって、それめちゃくちゃいいっすね。会場に着きました。これから今日はリハをしてきます。それが終わりました。疲れました。帰りたいと思います。久々のね、吹奏楽のあの中に弾くのはすごい疲れましたね。あの音量も負けないように弾くことだったりとか、そのちょっと前に弾いたりとかするとか、ちょっとオーケストラとかレコーディングとまた違う神経をたくさん使うので、しかもそんな毎日やってるわけじゃないので、この引き分けみたいな結構疲れるんですけど、あと本番前と本番と3あと2回2日間あるので、そこまでにはあのうまく体が適応するんじゃないかなと思います。はい、帰ってきました。今日はもうこのまま予定がないので、とにかくすごいお腹減ったんでご飯をね食べようと思います。相方はまだ帰ってこないので先に一人でご飯を食べます。まあこの後もまたホームページを作ったりとかあのいろいろやるんですけど、ひとまず今日はこれにてという感じで、はい、もうぜひ気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をお願いします。今後も続けていきます。